はい、皆さんこんにちは。今日はですね、インパクトドライバーの比較動画ですね、喋っていきたいと思います。その前に私動画の編集っていうのはあまりしないので、喋りが下手だったりですね、同じことを繰り返したりするんですけれども、我慢して聞いておいてください。まずですね、経緯からちょっと話しておきますけれども、私40ボルトを持ってなかったんですよね、1年ちょっと前ですか。でその時にクリーナーが欲しくてですね、マキタの18ボルトのクリーナー持ってたんですけれども、どうしても36のパワーがあるタイプが欲しいってことで、40をちょっと揃えておかなきゃいけないなってことで、どっちにしようかかなり迷いました。でもともとマキタユーザーだったんで、マキタのものを買おうと思ったんですけれども、やっぱりこれもですね、皆さん知ってると思うんですけれども、やっぱり共有ができないってことですね。これがネックでですね、もうどうしても納得いかなくて、廃光器の、どうせバッテリーを2つ揃えるんだったらマルチボルトが使える廃光器、パワーがあるものは廃光器にしようと思って廃光器を買いました。でもう使って1年以上経つんですけれども、もうかなり良かったなと思って、満足してたんですけれども、何回かですね、前期型をちょっと借りて打ってみたりしたことがあるんですけれども、まあ、非常にですね、やりにくいというか、カムアウトが多いというかですね、微調整、トリガーの微調整ができないっていうんですかね、どうしても使い勝手が悪いってことで、こっちにしたんですよね。で、事情があってデモ機で1台揃えて、久しぶりに使ってみたんですけれどもね、2ヶ月ぐらい、3ヶ月前ぐらいに買ってですね、使ってみたんですけれども、非常に良くなってます。で、正直ですね、前は前期型で比べると001と36比べるとですね、性能とかですね、そういうのは全部こっちの方がほぼほぼ上回ってたと思うんですけども、今両者比べてみると002の方が優れてますよね。まずカムアウトが少なくなったってことですね。スプリングが2つ入ってカムアウトが少なくなってるってことですね。まあ、ビットブレがもともとゼロだったと思うんですけれども、スプリングの強弱によってですね、2つ入ってますんで、これで、かなり、すごい繊細な調整ができてるっていうんですかね。で、あと締め付け速度もかなり速くなってます。前はさっきも言ったようにこっちの方が速かったんですけれども、締め付け速度も速くなってます。ちょっと1回打ち付けてみますね。はい、僕ですね、18ボルトの172を使ってるんですけれども、長いことですね、このタイプですね。これが一番バランスが取れててですね、使いやすかったんですけども、これもですね、慣れるともうすっごい使いやすいです。なんていうのかな、やっぱ同じメーカーだけあって変わらないですよね。もうなんか締め付け感のこう心地よさっていうんですかね、心地よさって言ったらちょっとおかしいんですけども、正直ですね、WH の36の方がいい、前は良かったんですけども、カムアウトもほとんどしないです。あんまり僕上手くないんですけども、本当に何回やってもですね、すごく使用感がいいですよね。もう一回やってみます。なんか昔はですね、こうすごく気使わなきゃいけなかったんですけれども、あんまりこう真剣に抑えなくても気抜かないようにしてたんですけども、今回のやつは軽い気持ちで打てるというかですね、すごくいいですよね。かえってですね、 WH の方がやっぱりパワーがある分、こっちよりもカムアウトしないようにちょっとなんか気をつけなきゃいけないっていうのが感覚があるんですよね。まあほとんど変わらないんですけれども、002がすごく良くなったってことですよね。はい、でやっぱり欠点もあります。比べるとですね、こっちの方が重いです。はい、こっちの方が軽いです。簡単に言えば1キロぐらいの差があります。1.7 キロあります。ここが入ってるんですけれども、メーカーの公式発表だと 1.63 ぐらいだったと思うんですけども、
一方の廃光器はですね、1.6 切ってたと思います。測りを電子の測りで測ったので間違いないと思うんですけども、ちょっと重いです。でバランスがちょっと悪いです。比べるとですね、ちょっと 長いと短いで幅が広いで幅が狭い頭でっかちスリム、こういう違いがありますということで、持った時の軽さは、重さの測り以上にですね、こっちの方がバランスがよく感じますね。こっちはちょっとやっぱ重いかなって気がします、これぐらいですかね。あとは、繊細な、こっちは5項目ぐらいしか、種類が選べないんですけども、だいたい10個ぐらいだったと思うんですけれども、打撃のモードが4種類あります。でですね、あとテクスとかですね、ボルトとか、いろいろあります。これも細かいこと言うとですね、例えばボルトだとですね、締め付けて、瞬時に止まるとか、いろいろな機能がついてます。廃光器の方はですね、機能が少ないっていうわけじゃないんですけれども、一応ボルト、テクスとかついてるんですけども、キタに比べるとちょっと少ないですかね。トリガーの調整で大丈夫だとは思うんですけれども、プロの方はですね、僕みたいにあんまりボルトを使ったりしないっていう方だと、そんな足場とか組まないんですね、あんまり性能っていうか種類が多くなくてもいいと思うんですけども、これだけ種類があると幅広い、職種で使えると思うんですね。そういった意味ではすごく良くなってると思います。はい、あとですね、アプリの問題があるんですけれども、アプリっていうかですね、設定なんですけれども、こっちはですね、Bluetooth ついてると、アプリの方でですね、使用感の調整ができます。こっちはですね、通信アダプターつけないとダメなんですよね。別途1万円以上したと思うんですけれども、それを間に挟んで、トリガーの調整とかですね、回転、トルクとかを調整するっていうことになりますけども、廃光器の方はそれがいりません。バッテリーだけで大丈夫です。Bluetooth 機能のやつがついてればですね、そういった意味では廃光器まだまだいいところあるなと。バッテリーに関しては相変わらず廃光器がいいかなと思ってます。で使用感に関してはさすが後発だけあって、今は、マキタの方が僕いいと思ってます。前の方と断然廃光器の方が良かったと思うんですけれども、今回のマキタですね、TD の002、GRDX っていうんですかね、これはもうすごく良くなってます。あと格好ですね、脂肪デザインっていうのが入ってるんですけれども、これもですねオリーブの色だとすごく映えて見えますよね。目立つというか迷彩柄なんでオリーブとしっかり合えます。廃光器の方はですね、デザインというよりも形はですね、こっちずんぐりむっくりしてるんで、廃光器の方がスタイリッシュでちょっとスマートでいいと思うんですけれども、この脂肪デザインが入ってるんで、かなりいかつい感じって言ったらおかしいんですけど、工具にぴったり合う、デザインですよね。これはマキタの方がデザイン的にはいいかなと思ってます。あとはですね、好みによるんですけれども、僕みたいに18と36使い分けてもいいと思うんですけど、大体マキタはマキタさんユーザーでずっと行くと思うんですけども、最近マキタ結構工具も 40V 増えてますんで、前はちょっと少なくてですね 40V 何に使うんだろうなと思ってたんですけれども、結構出てきてます。私も全然 40V マキタ買う予定なかったんですけどね、欲しいのがあったらマキタでもいいかなと思ってます。大体は、廃光器の方がですね、性能的にいいとか、精度が出るとかっていうのが多いんですけれども、マキタの工具を揃えたい人は 40V 買い替える必要はないと思うんですけれども、一応 40V が欲しいなっていう人は 40V どんどん買っていただくとですね、もう種類もどんどん出てきてますんでいいかなと思ってます。はい、じゃあですね、ちょっと今日はあんまり解説がうまくなかったんですけどね、かなり良くなってるってことで、ちょっと動画にしました。はい、ありがとうございます。